これが民主主義だ。これが民主主義だ。多いなめちゃくちゃ笑ってる。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルズ長谷川です。さあ、ヘルダイバー2、やっていきたいと思います。今回もね、昆虫の世界なんですけれども、ちょっとピンク色のね、世界ですね。結構綺麗です。僕はね、毒を撒いてくるでかい昆虫がいるので、そいつに狙われて、酸性の液かけられると、一瞬でお打物なんで、ここは怖いですね。さあ、私がリーダー。支援武器は、イーグルエアストライク。そして、ロケットポット。で、なんといっても、このグレネードランチャーが、本当にめちゃくちゃ強いです、このゲーム。グレネードランチャー系といっても過言ではないので、ぜひね、アンロックできそうだったら、もう、グレネードランチャーを買ってください。もう、何も言わず。これ持っときゃ大丈夫。これ持っときゃ大丈夫ってやつですね。はい。さあ、行きましょう。オンライン3人の方ですね。みんなレベルが高いので、結構、しかもみんなもうやること分かってるから。このゲームね、マップにいろんなね、サブ目標がわんさかあるので、みんなで4人一塊で歩いてると、結構もったいないんですよ。なので、ちょっと、俺は一人でとか、二人一組が一番いいかな。一人で死んじゃうと、物資置いちゃうから。支援武器を送ってくれ。はい。まずは支援物資を要求して、これだね、グレネードランチャー。ちょっと取れ。で、あとこれ、ガードドッグっていう、ドローンですね。お、もう目標あったね。卵を破壊。仲間応援を呼ぶ。よしよし。来た、あいつね。こいつです。あれね、背中の、酸性のタンク。あれを狙えば簡単に倒せるんだけど、正面は硬いです。で、こいつ、これ、怖い。当たると。よしよしよし。もう、見ての通り、グレネードランチャーがめちゃくちゃ強いの、わかりますよね !OK。よしよし。あそこに、爆弾、卵があるから。死んだ誰か。誰か死んだな。航空支援を頼む。至急応援を頼む。俺の方に呼んじゃっていいかな。死んだところに行けば装備手に入るんだけど。前線へ出る。目を発見した。まずい。ちょっと卵壊しに行きたいな。よし、補給を頼む。ちょっと補給を頼んで、ここは俺が行こう。目標はその近くだ。ここ卵もあるし巣もあるな。エアストライクで卵全部壊してこれ普通にやると結構大変なんだけど。はい。モードを要請する。ちょっとリロードができない。長枠死んだ。あ、もうそもそも弾がなかった。補給しよう。増援を要求する。増援はこれ、いや俺がしよう。あ、やってくれた。出てここの巣もちょっと壊しに行ってもいいですか。これまだノーマルだからね、多分この、個別行動ができるんだと。これね、多分、一番むずい難易度だったら多分、また仲間が。
まあ、中、自分の遺体が近いところで、蘇った方がいいから。え、じゃあ俺、あ、俺がやるか、じゃあ。動員はやめ！ごめん、いい？俺の方で呼んじゃったけど。これで最後だ。俺は今どこ？あ、違った。クリアして、ここだな。マップにマーク、西。うん。マップの赤いところに、まあ、巣だったりがあるので、あっち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 。オッケー。多分、味方が死んでるのは、多分、おそらく、こいつ。こいつに殺されてるんだと。こいつ、早いですからね。強いし、早いから。で、タフだから。本当に人類の生きる道は俺が守る。こういうグレネードランチャーとか強い武器がないとまずい。まずい。やった。増援を要請するぞ。囲まれてましたね。完全に囲まれてました。こんな感じで速攻で死にます。増援を展開。なので死なないようにしましょう。やばいと思ったらすぐ引く。で、俺の武器はここか。場所はここだ。北東。うわ、取りに行きてえけど。ミッションマップを更新。これが民主主義だ。これが民主主義だ。多いな。めちゃくちゃ笑ってる。やっぱこのね、リロードがね、この敵の圧倒的数によってさ、なんでいるの？これさ、マジで即死じゃん、ほぼ。また死んだよって思われてる、これ。ちょっと俺のグレネードランチャー取りに来てんだ。あとはこのままグレネードランチャーの方へ行く。民主主義が来たぞ。民主主義が来たぞ。来た。よいしょ。水から出なければ漏れてしまう。あったー、俺の民主主義が。よし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 。オッケー、民主主義ゲット。場所はここだ、西。んで、ほい。起動攻撃だ。それもうね、殴られ始めて、囲まれて殴られ始めたらもうおしまいだから。グレネード！よいしょ。OK。いや、十分な対価を払って。これで、次はここだ。マップにマーク、西。なんか死んでる。結構気づかないんだよね、味方が死んでるの。エアストライク行きます。もうエアストライクで全て片付けようと思います、私は。卵破壊、オッケー、ありがとう。ミッション終了だね。え、嘘でしょ、マジ。何も壊せなかった。味方が支援を送ってくれてる。ただこれ巻き込まれる、近づいたら。こういうやつは OK、 入った。場所はここ、北東。おい、最後任せろ。マップにマーク、北東。よし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 。ちょっとグレラン、グレランの弾を。さあ、来た。脱出しましょう。さあ、ここはロボットが支配してるので、普通に、ああやって。オッケー。全然当たらん。いた。オッケー。結構ね、ロボットは硬いので、あと、
空からガンガンこうやって降りてくるって。まずい、弾がない。ロボットがね、あの盾持ってるやつとかいるんで、あと前からの攻撃が効かないみたいな、そういうやつにグレネードランチャーがめちゃくちゃ効くんですよね。ただ、あの攻撃力はそこまでめちゃくちゃ高いってわけじゃないんだよね、ロボットは。いかにもロボットな音楽で、こういうのをね、壊していくと、ボーナス経験値がもらえます。イーグルを呼んだ。リュナーじゃ気に入ったか。大丈夫、それ巻き込まれない。こういう基地を壊していけばいい。見えない。あー、いる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 。あいつだね、あの ATSC みたいなやつ。これを壊せばいいんだ。次はこれか。こういうのも壊すのにグレネードランチャーすごい使うから、これね、ほら前から撃っても効かないので、後ろから攻撃するかすればいいんだけど、グレネードランチャーだったら足元を撃てば背中に攻撃ダメージがいくって倒せる。だからね、マジでマジで本当にあのグレネードランチャー一択なんだ。ほい、呼吸を頼む。銃座から撃ってきてるね。こういうやつはもう航空支援でおしまいです。で、軌道から来るぞ。オッケー、よし。自由10個さあ行こう。いやー、いいねー。通りでもね、航空支援さえあれば結構なんとかなる。まあそれがないともうどうにもできないんだ。正しい肩大丈夫かな。めちゃくちゃ撃たれてる。サンプル、やばいやばいやばい、めちゃくちゃやられてる。オッケー、これいいアシスト。おレーザー撃ってる、いいね。いや、レーザー強。気持ちいいよね、火力が。歩兵だけどみんな火力あるから。よし、もう脱出だね。はい、っとこれで壊せないか。応答を送って。イーグルストライク、これで壊れてくれ。いけ、民主主義。オッケー、さすが民主主義だね。よし、あっちに地雷撒いてくれてる。補給くれ。どっちから来るかな。弾がねえ。スーパーアースのために放火手だ。と、俺はこっちに応援支援を要請した。あざまーす、ありがたくいただきます。こっちから来てるな。上から狙おう。こいつらはね、遮蔽をうまく使わないと。奥の銃座が生きてるな。結構めんどくさいな、あれ。あんま当てかんよくないけど。ロボットってさ、て当て感いいはずだよね。だって AI だよ。あのけん玉の AI 知ってます？AI をけん玉に教えて、あの初めは全然できないんですよ。もうずーっとミス。
で、ある程度してできるようになったら、そっから絶対ミスることがないっていう。どの程度、どうしてもない。それ聞いてさ、怖くなったよね。AI がさ、銃で人を撃てるようになったら、もうミスらないんだよ。どんな動きでも当ててくるようになるでしょう。ベリカン1着陸シーケンス開始。これなんでさ、なんで俺に跳ね返った。よし、怖っ。ベリカン1発進準備、離陸まで20秒。これは確か赤いお腹が弱点かな。あ、もう来てた。ごめんごめんごめん。ほい、失礼しました。ボイチャーで早くしろということで、グレネードランチャーマジで本当に最強なんで、ぜひとも使ってください。まあ使ってくださいというか、もう多分使うと思います。行き着くところはもうここです。人類みんないろんなところを歩いて、結局グレネードランチャーという民主主義にたどり着く。これが民主主義だったんだって。いろんな民主主義使うと思いますけど、やはり最後はやっぱりこの民主主義なんだなって思うと思いますのでね、ぜひとも使ってください。では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方もぜひともお願いいたします。では、やっぱ2人ぐらいがちょうどいいな、これ。このゲーム程よい緊張感が、4人だとちょっと楽すぎちゃう。